はい、皆さんこんばんは。PD カフェ横浜支店支店長の怪しい手料理の時間になりました。ちょっと今日は機材の都合でスマホでやってます。今日はちょっとね、作るとこも端折っちゃってね、今日はね、ちょっとやる気が出なくて、ローソンのげんこつメンチと千キャベツと、あと、もつ煮をいただくことにいたしました。もう作っちゃいました。ちょっとからし。これね、こっちに控えてます。はい、ちょっと見えるかな。はい、もつ煮ちゃん、ちょっと汁が出てきた。こっちに大根の漬物も作ってみました。ゆうこよ、はい、本日は焼酎の25度のワンカップに、これローソンで売ってるね、ストロングドライっていう缶チューハイ、これを割って飲んでおります。まずは乾杯。なんでソース、チュ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 、こっちにもチュ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 、オイスターソース持ってくればよかったな、失敗しちゃった。よし、今野菜から食った方がいいっていうか、ちょっと待って、大根、これできない。大根 程よく使っております。最近ね、キャベツを食べて、最近ちょっと血糖値が高いんでね。どうしよっか。早速もつをいきましょう。では醤油味で攻めてみました。どうかな、薄いかな、濃いかな。悪くない。ちなみにこのもつは情熱食品って言って、ドン・キホーテグループの食品スーパーで買ってきたやつで、アメリカ産ですね。もつ嫌いな人多いけどさ、俺は大好き。メンチじゃねえ、メンチだよ。なんででもこれメンチカツって言うんだろうな。不思議です。ただき。うまいっす。酒進むね。
俺何やってんだろうと思うよ。保証はね、ギリショーがそこは体が温まっていいんだよ。ちょっとね、いろいろ計画を練り直さなきゃダメだ。生活基盤が全然確立してない。マヨネーズ持ってこよう。私もこれで親父できねえな。はい、マヨちゃん。川崎マヨ。違うか。うん、キャベツもうまい。そしてニンニク、うん、ホクホク。うん、大根もうまい。もうちょっと塩効かせよかったかな。
どうしたもんかと。まあ、いくらくなってんだよな。働くって感じか。まもなく完食でございます。いや、ニンニク、おっぱ、いや、ニンニク食ったら嫌われちゃうな。もうちょっとこれ味付けた方がいいな。ちょっと薄すぎ。明らかに塩は薄い。まあ大体な、料理酒の代わりに焼酎入れちゃうぐらいだし。それはそれでうまいけど。昔でも飯炊く時にウイスキー混ぜて炊いて麦芽ライスなんて言ってやってたかな。リップしちゃった。まあそういうことで晩酌は永遠に続くので、この辺で、撮影の方は終わりたいと思います。はい、皆様、ここまでご視聴していただきありがとうございました。 またね、もし配信していました、配信というか投稿動画見ていただけましたら、ぜひまた遊びに来てください。はい、以上、PG カフェ横浜支店支店長 HY の怪しい手料理、まあ何と言いましょうか、ローソンのげんこつ麺というか、もつ煮というか、まあ、そのような回でございました。また次回もこうご期待でございます。ありがとうございました。